ソレスの SP、スノーマン VS 事務所の先輩&同期&後輩が実現。TBS で毎週金曜夜に放送中の、それスノーマンにやらせてください。来週5月24日、金曜日夜8時からの放送は2時間 SP 誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う大人気企画、ダンスの完コピレボリューションの第5弾をお送りする。今回スノーマンと対決するのは、事務所の先輩、同期、後輩からなる、スタートエンターテイメントチーム。ヒップホップやジャズ、バレエなど様々なジャンルのダンスを網羅するキスマイフット2、千賀健と、本企画には2度目の参戦となる河合郁と、スノーマンと同時デビューしたストーンズからジェシー、アメリカにダンス留学をするなどその実力に定評のあるトラビスジャパンから宮近海斗が登場。そして、ダンス女子選抜チームとして、桃色クローバー Z の佐々木彩香、高木れにが、今年1月に現役を引退し現在はプロフィギュアスケーターとして活躍中の本田真凜、さらに春菜愛を率いて参戦。審査員は、本企画ではおなじみの世界的トップダンサー高弘が務める。スノーマン、キスマイフット2、ストーンズ、トラビスジャパン、桃色クローバー Z という、それスノでしか見られない禁断の現役アイドル対決が実現。見事優勝し豪華賞品を手に入れるのは、果たしてどのチームなのか。5月24日、金曜日夜8時からの、それスノーマンにやらせてください、は2時間 SP。